こんにちは、岩崎ひろみです。いつも私の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。今日は、歌の衣装を着ておりまして、ここは楽屋です。こちらにもあちらにも歌い手さんがスタンバイしている楽屋ですので、ちょっとうるさいかもしれないんですけどもね、その合間を縫ってご挨拶をさせていただいております。さて、今日はどんな YouTube かと言いますと、今日は2020年このコロナ禍の中、ずっとお休みをして自粛生活をしておりました私が、半年ぶり、3月からずっとコンサートありませんでしたので、半年ぶりに行われたコットンクラブ、東京で行われたライブの映像です。もう本当に緊張いたしましたし、半年ぶりにお客様の前に出るということで、実は数日前に体調を崩したり、いろいろ大変ではありましたが、もちろんもう当日は、あれはただの知恵熱だったんだということが判明するぐらい、当日は元気で、歌うことができました。お客様の姿を見て、お客様の拍手に囲まれて、私とそして、このアコースティックライブではいつも一緒にトリオを組んでおりますピアニスト青柳誠、ギタリスト古川雅義、3人タッグを組んで頑張っておりますので、ぜひその半年ぶりの私のドキドキしている姿をご覧いただきたいと思います。お届けいたします歌はロマンス、そして思春期、マドンナたちのララバイ、これはポイントポイントでお届けしておりますけれども、最後にフルバージョンとして、2日間行われたアコースティックライブの2日ともアンコールでこの歌を歌ったさだまさしさんのナンバーの奇跡、大きな愛のように、これをぜひお届けしたいと思います。アコースティックライブはまだ行ったことないんだなっていう方はぜひお楽しみください。どうぞ。
く頑張ろう。なんか本当にもや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 している毎日を皆さんも送っていらっしゃると思いますけれども、最後の歌は何を歌おうかなって、昨日も2部の最後で歌わせていただいた、やっぱりこの歌しかないかなって、思いました。これもマセさんのナンバーなんですけれども、奇跡、大きな愛のように、なんかこう私が大阪でよく行っていた整体の先生がいて、その方はバスケット部だったんだそうです。それで練習がいつも厳しくて、家に帰るととにかく泣きたいんだけれど泣く場所がなくて、布団の中に潜って人には聞こえないように布団の中で思いっきり毎日泣いてた。その時にマセさんの歌を聴いて僕は励まされていたんです。ですからひろみさん、いつかこの歌を歌ってくださいって言われていた歌、奇跡、もう本当にコロナふざけるなという気持ちで歌わせていただきたいと思います。奇跡、大きな愛のように、どうぞ。Thank you.
もうちょっとみんなで頑張りましょう。本当に心が震えます。